皆さん、こんにちは、2023年8月の24日、ちょっと待ってくださいよ。17時13分。これ逆から見たらね、2時に見えるんですよ。それ気遣いと言います。こういうふうに映して、今日阪神タイガース試合前ないから、まあ、あれだけ YouTube で言っておけば大丈夫という、大丈夫ですから、裁判所にも書類出してますから。本当、話の元々の始まりから見たらもう分かるでしょう。あの順番に、あの我が天下や戦国風文についての一番から順番に聞いただけでも大体状況分かるでしょう、普通。まああのちょっとね、まあ今日ね、阪神タイガースの試合が見たらなしってなってた。嘘、まさかの木曜日なし。明日から巨人戦。昔巨人の自衛隊って名乗ってる。そんなややこしいやん。昔あんなにわがままで勝ちすぎたから。ほんと、あの阪神タイガースへのメッセージ、ホームページは YTS の履歴の106番、阪神タイガースへのメッセージと、あと動画で言ってる内容とか聞いたら、まあちょっとぐらいは分かります。あれで全てじゃないですから。裁判所に提出して、テレビ撮影しながらね、ちゃんと阪神タイガースの選手は受け答えしてくれてます。伊藤投手警察官、最初から警察官入れといた方がこれで乱闘事件なくなるわ。1990年、そういえば僕も自分で言ってた方です。フルーツフラパークです。神戸市ホテルフルーツフラパーク勤務し、地方交付税法とか、あの計算式みたいな。それでもこう身勝手に高層ビル建てて、本当にもう昨日高等裁判所行ったら大阪も同じ状態。もうちょっと頭、本当に世間の状況分かってない人間、ちょっと金と、あと大手企業から、本当に役員から大阪だったら本気で、多分65歳以上の人混ざり込んでる。でも適当になってる。本当にもう一回読み寄りちゃいやつ、オーナー渡辺っていう社長、ちゃんと代表取り登記簿とかでも勝った。本当に代表取締役、法務局で変えるんです、会社の登記簿って。あれもコロ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 役員変えるから、なんで民間人がお金払わなあかんの。だんだんもうそうなります。こんなにお金ないのにね。渡辺オーナーもここ歩いた方で、一緒に付き添いの人がもうペコペコ、お腹のことじゃないですよ。渡辺オーナーお腹泣いて付き添いとこういう状態、こうしながらこう横窓開け、暑いからエアコンなんか使う余裕ないから、こちらは本当に一応ね、もうこれ高校生の頃にアルバイトで、学校ちゃんと通いながら学校に許可もらってアルバイトして購入した役をあんまり意味なかった。使ったら電気代大変なこと。その頃神戸市兵庫区東山高校で阪神淡路大震災の前ですから、もう高校1年生の頃から僕昼間学校行きながら夕方から焼肉屋であるわ。一回家帰ってちゃんと学生服から私服に着替えてダッシュ
新海地の方のもう今更風月堂って言ってもう調べたらあのゴーフルさんの風月堂が出てくると思います。あの神戸市の、まあ、昔のね名物の、まあ、輸入関係の、まあ、技術的にね多分第二次世界戦争の後だから法律的にあの特許あの自分の国の特許庁に申請してで、それを世界中の5年間で誰が特許の持ち主探すそれめちゃくちゃ大変歯ブラシだけ何百という特許あれ知らん本当に難しい裁判所の証言にまたは早いもうちょっとあの話申しますけども、まあ、進撃の巨人もね僕はまあ漫画屋さんで本屋さんも本当は漫画屋さん程度でいいですよどうせいろんな意味でねいろんな業界の余計な雑誌あの正直あのベースボールいや本当はみんなあんまり買うとみんなの自分の財布の中身が、ね、そこ気合とか根性で買うべきものじゃないから見たいか見たくないかだからもうテレビがあるからいいでしょ NHK 料金大体もうみんな払ってるでしょ本当に税金国会議員の人も昔から認めてるからちゃんと国会で分かってない民間人国会議員が税金じゃないと言ってると思ってる話進むこんだけ笑い話世の中で全員真面目に生きてても六法全書いっぱい読んで何回も見ていろんなこと身につけておかなかったんだ大体もうカバンの限界来たら笑ってしまう無理よ時代作を花だし回転使いよ読売巨人軍名乗っていた方かもしれない僕は名称つけたんじゃないですよ絶対テレビ局とアナウンサーもしかしたら昔自衛官が入ってた方かもしれない自衛官が東京ドーム848億円か868億円ですよ東京ドームウキペディアって冗談だと思ったら自分で検索してくださいよ僕のホームページ淡井圭介の利益48万あれ全部自分で調べましたからね各球場サッカースタジアムとかほぼほぼ全部総合運動公園乗ってるだけで乗ってるのが全部自分で調べたっていうだけで途中でやめましたもっと探したたまに倍になるそれで消費税3から5、5から10どちらが裁判所に出なきゃならないかもう分かったでしょで「進撃の巨人も」もまあみんなが高い評価まあこれぐらいでならって言われ気づいた壁の中から巨人全員巨人の優勝回数1950年からの優勝回数見てびっくりしますからもうほとんど毎年巨人優勝まあ電波の話とか地方交付税法あるでしょ状況分かってますって本社あれだけ東京に集めといて法人税を納めさせといてバレた ただもうあれえげつない話も本当に入ってるから僕は両方割られてるから本当に殴られてねでなんか何か話おかしいでしょ
僕例えるよ巨人そこまでして優勝したかったの違う違う違う僕阪神タイガース絶対そう言ってるから昔の事情知ってますこれ話の詰め方1985年阪神タイガース優勝したでしょちょうど弟が生まれる頃の年で、もう妊娠期間から父親にもう、こういう時期だから、遊ばない方がいいと、まあ、そういうことを教わってね、まあ、学校から帰ってきたら、まあ、大体宿題、晩ご飯を買いに行ってですねまだ私が小学生2年生ぐらいでしたからでいやいや母親はある程度お腹大きいとかそれは家にいますよだけども出産前になったらっていうのあるでしょ正直いつぐらいかな産婦人科にねしっかりもうそのままっていうそういう状況を作らなきゃならないのかはそれみんなテレビ見なかったらわからないでしょ先に産んだ人たちとか証言もみんなバラバラだからメモしてないんだけどみんな本当にそうなるときはそう男性が言ってしまうからあちゃうわってなんか忙しいときに聞かれた絶対そうでまあ大体勉強していて、うんまあ、結局遊んではならないルールとかテレビを見なかったりとかね阪神タイガースやっと日本一で、その後その話とかね世間の水面下で出回って川野明子とかもう報道ステーションがいなくなりましたけど昔いたんですよあと西尾ゆかりとかも僕の家に電話かけてきた方ワナフンさんもいなくなったでしょこれ絶対ドローンしてから雲隠れ戦国をしてる分かると思います本当の話いろいろ言い始めて雲隠れの術もう彼が笑いながら言い始めた時じゃないと絶対訴えられるこれ会社が総かかりでこんなものすごい事件ないそれこそ新聞の一面載るテレビ局はもともと新聞社から流れ、ね、新聞が先にあったことぐらい分かるでしょ後からテレビ売れた方ちゃんとお互い持ち株で昔から経営者の人が言われてお互いが責任なすすりつけ合い違う法律分かってる人ちゃんと分かってる人にはそれ通用しないって営業利益経常利益純利益純利益まで出てるっていうことは設備投資とかのお金全部返済終わってるんです分かりますこれ言ったらそこ未来に行くやついらっしゃるね中途半端会社の立場の人間が君が言うからとか言うんですけどもインターネットでちゃんと公開してるそれせんかったらもう今までいっぱいそういう裁判あったから日本中の法律の使ってもそんな大きな嘘の金閣売ってきたって本気で動くからみんなお金ないのにでも阪神・淡路大震災の被災者で東日本大震災の被災者熊本新潟北海道中国多いもん違うジャイアンツ多いヤクルトスワローズもともと国鉄で身売りに出しましたあれまだ阪神淡路大震災の前民間 JR 多分未来からの超本気民間押し付けてきてそれも言われてしょうがないでもうみんな集まってるわってその仮に君とちゃんと真面目に話した人で大臣とかなった人を狙うなしよって僕らも本当は怖いからこの立場ちょっと待ってくれよってみんななんか
その頃よく思い出してくれ、君は小学生かそれくらいだったはずだってその頃の我々の年齢も気づいてくれって、抵抗する力が上がおる本当ごめんなさい、ちょっともうちゃんと動画でも鼻水出てきた、鼻水ちゃんと鼻をかむというか、まあ、鼻水をね、ちゃんと処理する方正しい、そこ我慢す絶対鼻水出てくるみんなお金ない、経済つながってちゃんと正しい良い生き方最後むちゃくちゃなことそんなことするから USJ あれもと人体模型そんな大きなゴミ作る今あったらインターネットでもともと見れるやんなって、テレビでも時々放送するやんなってUSJ にかまあもう本当本当にね、もう我が天下と戦国風武についてのところで言ってますね。いや任天堂一年平気で赤字何十億そこ気合とね、ちゃんと知識と消費者の側のね立場の、状況で。任天堂さんにも言い分あるんですよ。一応 DS で良かったところは、SD カード、社会要求者と、あれ、SD カード、あれだけの容量入る、本当は256キロバイトかな、258キロバイトの、SD カードも、本当は市販で売ってるんですよ、一般的なところでね。ゴミの体積、小さい、軽い。できる大体6000円ぐらいで販売してます。大体ですよその時の状況でいろいろ変わりますから、在庫抱えたら抱えたら分からないですよ、何がどうなってるか。そんなこと、それこそメーカー会社大きくなりすぎたら本当にそのお客さんがいつ買うかなんかこっちだって分からへんわってなるからあんまりとやかく言われるとまあまあUSJ 赤字出し始めていいですか、株の世界の話しておきますからね。中国も戦争がね、第二次世界大戦の頃あったでしょ。その後朝鮮半島、まあロシアと、まあその頃ロシアだったと思うんですけど、ソ連からも結局1900年の頃ソビエト連邦の頃と面積全く同じなんですよ。で、まあ代理戦争みたいなのが始まって、で、まあ、アメリカとかが救援に駆けつけざるを得なくなって、で今ねその話してるのは第二次世界戦争して会社大赤字のことが分かるでしょ。それね、そのすぐにね債権放棄で、そんな株知りませんよ、もういらないですよ、もういりませんって言っとかなかったらどうなるかって言ったら株持ってるでしょ君たちが日本現場で走り回って頑張って順次益出しなさい日本のいいですか、普通の会社で株式会社ってなってるでしょ、あれ会社法で有限ね、限りがあるっていう、有限の中に株式なんですよっていう話。有限会社とか株式会社とかの看板見てみんなよく分からなくなったでしょ、はっきり分からなくなったでしょ。ちゃんと限りありますからっていうことで、むちゃくちゃな会社のお金の使い方されたら困るから会社を見たら分かるからこの説明の方が本当早い、あれ見た
会社を見たら見たで本当にわけわかんなくなる人、わけわかんなくなるかそこまで大きなさテレビ局出てる人見て僕があんまり細かいこと言ってました本当に来るかって報道の現場の来るって呪いとかそういうこと警察官最悪ち報道してた例えば報道ステーションだったら小木さんは交通機動隊の小木さん本当のことが知りたいかどうか聞かれて知りたいですって言ってあなた今までそんな嘘言うわ言ってきて報道官自分がもう名前実名でね顔まで本人が出て逃げ場ないでしょ総務省の話まで持ってこなかったら無理でしょ小木さんだって耐えれないから僕もいろいろ相談事としては僕もね別に怒鳴ってなくてもいや小木さん本当この世界もう無理あるってもう分かるでしょ今の体制ってもう絶対これ嘘だっていうことぐらいは放送しないようにしないとこちらは放送このこれを放送しなさいって言われてますってそれ言ったかナチュラルとコーディング映画館淡井圭介本当はいろ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 こうもうこれもういろいろ指摘してるでいいでしょう本当はこう一回目は絶対普通に字幕とかまあ、翻訳してるバージョン普通に見ていただいてちゃんとお客さんにこれ言っといてくださいよってこれしっかりと僕は1997年勝ちのフルーツラバーグ気持ち言ってますから僕席に勝手に聞こえてくるそれなしなしなしって絶対笑いまーし全ての映画見えなくていろいろ突っ込んでこれついに言ってちょっと指摘して本当に本当は映画館の放映されるお客さんの反応見たら分かるいや君の声が聞こえる一つの映画通りで何度見に行くわけほんまやねもともとコメディアンいらへんわそしたらもともと阪神・淡路大震災ね兵庫県の地方交付税の地方交付税法っていう法律がある計算式まであるんです稼げってあの状況下でめっちゃもうこれ兵庫県民全員の意見身勝手に万博作ってたいや僕らも知らないって正気の沙汰じゃないでしょ神戸ウィングスタジアム普通全壊した家屋とかどうせ税金で作ってるんだから全、ね、解体作業もうどうせ国がお金出して解体作業したらいいじゃないってこう思った僕ものすごい勢いで怒ってますから、うん、いやもうこの間もね動画全部つなげてねその一応いろんな警察署の方へ行ってまあそこの対応されてるね警察官の人がまあまあ巡査部長の人とかが110番してくれたらいいからと、まあ、そういうふうな対応してくれてるんですよ110番何回もしてるでしょそしたらそれぐらい自分で何とかせえよって言ってきた警察官がいて身勝手に電話切ってくるんですよ本当にで、神戸駅の JR の方ですよ。新幹線じゃないですよ。JR の一般的な神戸駅の方の地下の、
円形状でね、上がバス停になってるところ、まあ昔からあの辺り住んでる人だったらもうそれ話通じるんですけども、そこのね改装されたまあ綺麗な、大きなお手洗い男子トイレに女が入ってきてるんです、入ってきてるんですよ。それ間違えてるとかじゃないか、全然もう顔むちゃくちゃなやつ、まあ顔だけで判断しちゃダメなんです、行動で判断しなきゃならないんですけども、その時はさすがに嘘って警察書いておくと思うんです。分かった分かった、それは俺らも対処する。君のこと俺らも思い出したから警察官に警察官を本当に捕まえてたなあ、身勝手にそこまで本人に言っといて100言葉断ったらもう分かったやろっていろんなことでっていろんな意味で、すぐそこにあの交番所作ってあるからって、そこ あの円形のところすぐにすぐの近くのとこ交番所ね、すぐに駆けつけんかったなってちゃんとそこで事情聴取犯人の名前とかも押さえてるかも言えてそこに絡んだと思ったらもう後ろのと警察官出てくるね、もう僕もあのいろんなこと分かった上でずっと動いてるから、昔からの状況とかで、もうあのね、もうみんな岸田総理いじめるの絶対なしですよ。岸田さんもいろいろあって、もうあの人も殴られたことある方だから、歯歪んでるから、であの総理になってる方で、で岸田さんが電話でね、まあ、外務大臣の頃かいつかわからないですよ、おいちょっと待ってくれよって、俺たちみんなで頑張るって、途中で抜けるなんかなしだっていう話だったろうって、ちょっと待ってくれよって言ってるのに電話切られてた映像を僕も見てしまってるから、でも岸田総理いじめるなし、誰も総理無理だから、もうもともとむちゃくちゃな社会から、ちょっとずつなんとか変えていこうじゃないなかったら、もうけど、もうここまで理由はっきりしたら、もうあのテレビ局は合併、どうせみんなテレビ出たら出たでいろんなこと今までしてきたことバレるんだから、バレなかったら良い社会作れないんだからね。もう警察官の人も本当のことを知りたいって言われて、テレビ局は断った方がいい、自衛官もちょっと、もう彼の言ってること、僕らもちゃんと YouTube で言ってる内容聞いたから、もうちょっと定期的に彼の YouTube で言ってる内容聞くわ、彼の方がよく知ってるの分かってる、客観的に見させてもらいますああ、総務大臣になってもテレビ局は総務省の管轄だから、誰がなっても即ノックアウトですよ、結構逆なの今財務大臣は、財務省の財務大臣は鈴木さん、昔は大蔵省が名前変えた、省、あ、いいですか、省の管轄の下で各庁がありますからね、警察庁とかの庁、それは分かってます本当に僕も働かされすぎて忘れるから、省と庁どっちが上だったっけ、それね、庁に大臣がいるんです、各省にも大臣いるんですよ、防衛省とかね、それぐらい皆さん分かりますよ、分からないと言います、ちゃんとこの YouTube ちゃんと親が子供に見せてあげた方がいいね。で、各厚生労働省とかその下でさまざまな庁とかがあるんです。財務省ってもともとは大蔵省だったんです、本当に途中で嘘だとか思われるでしょ、そこまで名前変えてしまったんですよ一回。でその庁に特命担当大臣っていう大臣つけて、もともと省が大臣だったんですよ、
14人プラス3人の大臣の法律があるんです。それ絶対動かした。その法律変えた余計ややこしくなる。14人までですよ基本的にっていう話だったのが、結局無理やわこれ手分けせんかったらってさあプラス3人でそれでも足らなくて、特命担当大臣の法律があるんですよ本当に。特命担当大臣法だったから、まあまあそういう風な法律本当にあります、あります、ちゃんと昔からあるから。どちらも大臣、長も大臣、もともと河野太郎さんも、上の省の方の大臣は長に割りてきて見てる方がわかんなくなるでしょ。小池さんはね、もともと防衛大臣だったんですよ、国会議員で。防衛大臣、自衛官の味方、誰か知り合いなかった。体調不良で、それでも体調不良、お休みして。まあまあ、笑いながら本当は言っちゃダメ。まあまあ、小池さん、神戸市民の出身の人ですから、本当のところ、どれくらい追い込みかけられてる方なのか、本当は分からないから、本当に、責任持ったら、その株持っておきなさいよって言ってくれる。言ってくるから、もう裁判所破産を裁判官が認めないケース。まあ生活保護のまま頑張って働いて返しなさい。紙切れとして認めない。ちゃんと自分で持っておき、純利益出たら自分の手元にお金が入ってくる。怖いでしょこれだけで。上行った方がどこなのか。だからもう二十歳そこそこの髪の毛染めてるね、もしかしたらその前後女性インタビューしに行ったりとも、そこで違うよって教えてあげないと本当は分かってるんだから。社長と結婚したいね、えもう髪の毛染めてる人間なんか不良化してるでしょ。君自分が何言ってるか分かってるの。法律とか現実分かってないね。だから中国はちゃんと債権を放棄した今株高なってるでしょね、ドルの方、アメリカの株価。だから急に僕は本当のこと言い始めた急に下がり始めたでしょ。無理ですって、世界中経済つながってるんですから。ちゃんとアメリカの限界値3万円ですって、世界中どこも少子化してるんですから、エネルギーの残存量問題とか分かってるでしょってね。もう去年にね、もう三井住友は大手の旧三大財閥を持たず合併した後なんですから。 SMBC 日興コーディアル証券、三井住友傘下それがもうない。もう2ヶ月前ぐらいかな、生活保護の窓口行って、わざわざあの、いやいやだから SMBC が日興コーディアル証券があって、ちゃんと説明してるのに、生活保護型公職員証、本当の公務員だ、本気分からへんって、何のことか分からへん。僕のホームページ淡井圭介の歴の20番台見てください。まあ自分で何って書いたかちょっと僕アクセスしない、僕のアクセスしないと本当に分かんないから、まあ20番台にしっかりとね記載してるんですけども、ちょっとアクセスするまで時間かかるから、余分な話だけど重要な話しておきますよ。何か気づきません。東京オリンピック、日本の東京オリンピック委員会の代表武田恒也さんのお父さん、皇室の家系、武田恒也さん、その辺の話になったら、君たちが勝手に誘致するって言い出したからでしょって自分の三振と以内の説教
本気でめちゃくちゃ怒り始めますから。これ、ホームページは YK スケル2期のスマートフォンだったら 20.1 番スティーガル法とリーマンショックとボルカルール、まあ銀行法とかのことですよ日本でいう。まあその後もまあ見た方がいいでしょうね。その次の番号のところ、銀行法のことなどとかね、まあ大体経済関係はそのあたりにしっかりと記載しています。だからね、まあ1枚だけでも大まかだけでもこれくらいでもまあ分かるっちゃ分かるしと思って書類化してあげて今担当の人は宮田さんっていう人だから、まあ、その人じゃない年配の人が分からないとか言い始めたから SMBC に高校でやるでしょ去年株式の方の操作かな、為替の操作かどちらか忘れましたけどもちゃんと記者会見開いて謝罪会見半年間給料お取り上げの話では 本当にそれだけで収まる話になるかどうか分かりませんけど、身勝手に急に田尾寺駅、僕が働きに行ってその三田市にね、ああもうこれはっきり言っとかないと本当にあるのかないのかみんな分からなくなるからベルシステム24三田支店っていうところが本当にあるから、あの三田市のフラワータウンの方ウッディータウンとたまにごちゃごちゃになる時みんな なると思う似たようなものだから、フラワーだったかウッディーだったそれだけであれ行ったけどないってなるから、ウッディーの方行った映画館の方もうそこ好きにしてくれたらええから、自由じゃ好きっていうのは自由っていうことね。ある程度その次に日本の、20.6 番、20.5 番と 20.6 番、日本銀行や銀行などとかこの辺とか7大、まあ、5大商社とその他、まあ、7大商社、まあ、規模明らかにその5つのところと そこについていく2つの商社明らかに経済規模が売り上げが一桁違うんですけども、まあまあまあ分かると言えば分かるんですけども、ある意味それが正常だと思うんですけどもちゃんと嘘言ってないってまあね、一応ここからでもみんな勉強できるでしょ一応それもまあその人たちに、まあ、ゲームばっかりになってもあかんから、仕事していない人も本当のことを教えといてあげなかったら嘘が広がっていくからナチュラルとこなぜ簡単ちょっと映画っていうかまあまあもう聞きにくい人、つまりお金払って見にくい人に任せたらいいと思いますよ。本当に僕はその映画どういうふうに突っ込む我慢しないで笑う、そういう、ここのスクリーンはそういうところですよっていうところはっきりしとかなかったら、それちゃんと真面目な方向でしっかりと見たかったのに、むちゃくちゃな内容聞こえてきたと国家賠償それでもお金の請求書回っちゃうから、そこは僕はしっかりとこうしなさいよって言ってるから、それでお金を一時裁判してそんなことで取るのはなしにしといてくださいよ皆さん、記憶を正しく生きていきましょう。以上です。この後も多分何か録画すると思います。